よっしゃ、やるぞ。やっていきましょう。あと、体のパーツが腕だけかな。右腕、左腕ないよね。うん。ほぼ、これでもいけると思うんだけど。ダメか、腕ないとダメかね。赤の入ろっか。では、今回から私に表情がついてます。ちょっと笑いがち問題もありますけれど。まあ、やっていきましょうか。で、あと、エフェクトは1個なんだよね。あと一個。うん。で、パート1とかちょっと見返してて、やっぱちょっと思ったことがありまして、最初やった時は、梅さんも死んでいて、なんか不死者のパーツを集めることによって生き返ろうとしてるのかなって思ってたんですけれど、今までやった感じどうもそうではないような気がしますね。これとかね。彼岸花橋を象徴する花です。あなたのような不滅のメス犬が着るのを選んだのはおかしい。あなたのような不滅のメス犬がこれを身につけるのはおかしいと。梅さん不滅の人説ありますよね。これもね。あなたがここにいるのは、地獄があなたにとって都合が良すぎるからです。あなたは自分自身を星屑の魔女と呼んでいますが、あなたはただの死体です。これはもう、お前死んでるよって言いたいのかなって思ってたけれど、なんかそういうことではないかもしれない。お前自分のこと不死身って言ってるけど、本当は死体だからなってことを言われてるのかな。まあ、とにかく梅さんは不死身なんだと思う。多分ね。なので今の状態としては死んでるのと生きてるの、半々の状態だったりするのかな。今やってるのは生き返るためのなんか手順なのかもしれないし、他の人を生き返らそうとしてるのかもしれない。ちょっとそこら辺がね、まだ分かってないんだけれど、梅さんが不死身の人だとしたら結構説明がつくことが多いんですよね。結構時代が古い場所とそうでもない場所があったりするのは、こう長い時を生きてるからなのかなとも思ったり。あと人魚をね食いがちだからね、梅さん。あと人魚について調べて初めて知ったんですけれど、人魚の肉を食べると不死身になるっていうのは日本固有の設定らしいですね。知らなかった。あれだね、ヤオビクリだっけ。名前は知ってたけれど、梅さんもしかして、ヤオビクリその人だったりするのかな？ちょっと可能性あるよね。んで、んでだ。実はこう、いろいろ裏で調べてまして、当たりがついてます。当たりというか、これだっての見つけました。これね、これめっちゃ怪しいでしょ。これをマスク見ると、何も起きません。これじゃないんですね。さあ、ここを左に行くと、扉が出てると。これ気づかないよね。気づかないよ。あからさまにこれが怪しいと、このパスワードってやつも怪しいと思って、いろいろ調べたんですけれど、偶然にも、マスクでここを取りかかったらなんか扉があると。で、この先はまだ見てないです。入ろうか。みー邪魔だよ。全員殺したりしたけど、特に何も起きなかったですね。さて、こん中入っていこうか。うわ、音が怖すぎない？これ。この、書いてる時にたまにある、ドンドンドンって音、すげえ怖い。これ、絵描きさんの部屋かな？これ、何これ。うわ、アーティスト。これエフェクトかなと思ったけど、こっちだったのか。なんで赤い赤いペンキかな、これは。赤いペンキをかぶせてあるんでしょうね。なんか右上の絵もちょっと梅さんに似てる。なんかもう全部梅さんに見えてきたね。君何なんだろう。君なんかお面かぶってんのかな。ちょっとよくわかんないな。ちょっとアーティスト使ってみようか。みふゆって書いてある。ゆうちゃん有能だけど、いっつもマスクかぶってるってことかな。
わかんない。ブランカカンバスインタラクトボタン。なんか、カンバスに対して何かできるんじゃないか。買ってみるね。わらららら。なんかちょっとピエロっぽい。でも可愛いじゃない。グラフィックは？あら、おしゃれね。なんか梅さんが和服じゃないのちょっと珍しい。ね。これに対して何かできるんじゃないの？いやいやいや、絵を描けよ。ああ、でも描いてる。描いてる。けど、怖い絵描いてません？もう、もうちょっと可愛い絵描いて。これも描けたりすんの？べっべっべっ。おー。これ場所によって違うのかな？それともランダムかな？ここもあったよね。べっべっ。え、ちょっと美人だけどやつれてません？どこまで行っても不穏さが拭えない。このゲーム。白いカンバスは、至るところにあるよね。ちょっと、探しに行こう。ここです。アリサト。ここもね、不明なんだよね、まだ。カンバスがあったはず。ここで、入ろうか。あるね。よっしゃ。塗ってやれ。梅さん、塗ってやれ。おや、なんか、おしゃれな人がいる。こっちは？なんですか？ちょっと待って、やめて。やめて。え、なんか、やっちゃいました？やっちゃいました？鳥肌がやばいんだけど。何もう、ドクロもしくはヒゲの濃いおじさんが書かれてる。どっちだろうな、これは。あー、奥入る、奥入る。おー、変わってる。あ、赤い。真っ赤だね。あ。急。すみますよ。え？起きちゃった？ここに来るのか。ここってあれだよね、そうだね、ここだね。いろいろ調べてるときに公式のトレーラーもちょっと見たんですけれど、公式のトレーラーだとこの先に人魚がいたんですよね。この真ん中の石の上に座ってて、あれ見れんのかな。ランダムか、もしくはもう食べちゃったからな。もう見れないかもね。あとトレーラー情報だとここでね、イベントがありそうなんだよね。ここね、まあ、トレーラー見てない人もいるかもしれないから言わないけど。ちょっと調べてみようか。ここで待ってみる？なんかループの方法で変わったりするかな。おおおえー、されましたね。はい。見れましたね。条件何だったの？ランダムかな？どうぞれ、うろうろしたらランダムで起きるのかな？あ、そうだ、見ておこう、これ。ゲー。はい。梅用のために作ったのです。この絵を見た人なら誰でも知っているでしょう。I made this for you, 梅様。梅様。梅ちゃん、ただものじゃない気がすんね、やっぱり。そうな、左足だったかな？最初にパーツを手に入れた時に出てくるムービー。あれもなんか梅さんの腕がちょっとおかしかった気がするんだよね。人の腕じゃなかったと思う。てか、そういえば、腕ないね、今。腕は普通だな、こう見ると。でもなんかムービーだと変な腕してたんだよな。しれっと。もう一回来たよ。もう一回来ました。で、さっきここに絵を描いたら、なんか知らんけど恐ろしいことになったので、別のところ描こうか。これ。どうですかね。あ、なんか見たことある。なんかアーティスト撮ったところの右上に書いてあったよね、これ。梅さんにあんま似てないような気もすんな。じゃあこれは？
って。あー、これもだちょっとこの語音やめて。やめて、怖いから。普通に、怖いからこれ。すみますね。ん？収まった。けど、これ進めない。マスクでなんか見えないね。戻ってみる？あ。治った。これ書いて、もう一回これ書いてみるか。あれ？高音が、鳴らない。ん？なんだ？なんだ？なんだ？もう一回これ書いてみる？変わんないね。他のやつ書いてみようか。うん。え？どういうこと？どういうこと？はい。入ります。今度はまっすぐ。まっすぐ行ってみますね。キノコだ。え？また来たよ。これあれだね。戻されちゃうから、ここで、ホース巻いとこう。ほら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 。で、やっぱここは何かある。絶対何かある。これあれかな？4分の1を引くと外れになるってこと？これ全部、あー、外れみたいです。あー、ここね、戻りますよ。これランダムかね？左右。なんか法則あんのかな？これ。いまいちつかめてない。なんか、地形が対応してる気がすんな。上も左もダメだったから、右に行きましょう。ああ、いける。下の絵を描くと、ここが繋がる。右の絵を描くと、右に繋がる。そういうことかね。ってんじゃない？いいんじゃない？これ。あ、ってか、梅ちゃん、アーティストいつ解いた？あと、メニュー開けませんか？警戒しちゃった方がいいかもしれないな、これ。お、腕あるー。腕あるよ。やったー。やめてくださーい。ちょっと。という生き物？死んどる。え、大丈夫？動かないけど。お？大混乱。動けないけどメニューは開ける。これもう、起きるしかないってこと？ああ、できない。夢の中で瀕死。起きます。うわ、新しいね。強制起床っていうパターンは結構あると思うんだけれど、夢の中で瀕死になっても起きるしかないっていうのは初めて見たわ。ああ、なんかもう想像を超えてくるな。好き。エフェクト全部集めたけど、外行けちゃったりする？ちょっと待って。行ける。エンディングは3つあるみたいなんで、そのうちの1つかな。多分、パーツを集めないでエフェクトだけ集めた場合に見れるエンディング。です。進める？急にウィザードリー始まるじゃん。苦手なんだよな、これ。やばい、迷った。戻ったね。これ、ん？え？
実写だ。日本人な、これ。ミッシング。ミッシングシンス1972。これなんかあったぞ。新宿で見た。新宿で見ましたが。赤いですね。え？これ本当に、わかんない。迷いまくってる。うわ。え？行方不明者いっぱいいるな。あと奥にかけられてあるのは人魚の絵かな？周りにあるのは、今度は日本人じゃないな、これ。ん？ここでメニューが開ける。ここでもメニュー開けるんだな。なんか使えたりできんの？さすがに、今、梅を、ん？今何使った？あれ、真っ暗になったけど。あ、え？もう一回梅を使うね。真っ暗になる。これは、バグかな？これはあんま気にしなくていいな。うん。なんか知らんとこ来た。これ男の人も入ってるな。なんか男の人がこう出てくるのは珍しいな。なんか光ってるね。入れるこれ。なんかいる。なんかいるよ。反応がない。反応がないな。メニューも開けない。ジフトも反応なし。なんか、この音楽聞くと安心するな。ごめん、嘘。よく進もうか。これ、あれ、これいつもだとロープが垂れ下がってるけど、ロープがないな。出れる、外。腕が落ちてます。君は座ってるんだよね。これはしか顔色が悪い。血も出ている。進もうかね。爆乳さんがいる。君もたまに見るね。この着方としては、梅さんが死者なんだっけ？で、この人は生きてる方なんだよね。どんどん進もうかね。なんか今までのオブジェクトが集結されているな。増えてます。なんか赤くなってない？大丈夫？これ大丈夫じゃない。絶対大丈夫じゃない。進んだ方がいいかな、これ。進むね。やばい。何か知らんがやばい。このマスクの上さんは何なんだ？上すぎ。これ何が吊り下がってんだ、これ。パンプキンくん。なんかアーティストの部屋にいたやつと、魔女みたいな人がいる。お、なんか埋め尽くされちゃってるな。進める、まだ進めるね。ここは変わらない。奥は？奥、まだ進める。見たことあるね、ここ。外出れ、誰かいるし、なんか手にガラス持ってるよ。
終わった終わった分からんけど、なんかスタッフロールすごいな。まあこれ頑張って翻訳しよう。あ、なんか梅さんが旅行してる？これ。一人なのかな、これ。あの、幸せそうでよ、なんか、女の子が一瞬見えたけど。幸せそうでよかったのかな、幸せなのかな、今。一応墓穴からは出れたんだもんね。なんかすごい新エンディングっぽいけど、ちょっとだけ。これ黙った方がいいのかな。さんが歩いてる。なんか楽しそうだな、梅さん。スペシャルサンクス、キキヤマさん。ユウ。終わった。エンディング、ザ・ファースト。あ、やっぱ1個目だね。Thank you for playing. Please make a side save file in order to save this result. じゃあ、一番下に撮っておこうか。なんか変わってる。っていうか、これをロードしたらどうなっちゃうんですかね。セーブ。はい。いやー。わからん。わからんが、まだ続きはある。まだ遊べるぞ。ちょっとやっぱ気になるのがこれ。これ見ちゃっていいかな？ロードしたらどうなる？あ、記念としてか。あ、よかったよかったよかった。さて、あとエンディングが2つあるそうですけれど、
考えられるのはやっぱりパーツを全部揃えること。あともう一つは何だろう。パーツ揃えた後に分岐があるのかな。わからないけれど、まだね、まだアーティストで使えるところがあると思うので、あの肉の小屋みたいなところもあ、いっぱいあったね。あそこちょっと次回使ってみようか。いやー、梅さんあんた何者なんだい。またやるよ。じゃあ、それでは。ちょっと待って、あの、もう一回見てるんだけれど、これ梅さんだな？明らかに。これ、生前の梅さん、もしくは、不死者となる前の梅さんかな。顔も似てますし、服も似てるね。飢えてるね。時間が進んでるんだよな、ここ。なんか、不死者のパーツかな、これ。不死者のパーツを前に、何かを考えている。その後になんかこうなっちゃったんだ。で、こうなるのか？なんとなく、読みは当たってるような気がするんだよな。まあいいや、ちょっとしたおまけでした。じゃあね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録または高評価をお願いいたします。それではまた来世。